図鑑ミュージアムはスクリーンに映し出されるさまざまな生き物たちを記録する体験型ミュージアムです。その記録に使うのが皆さんが普段使っているこのスマートフォンやタブレットなんです。それでは中に入っていきましょう。入り口入ってすぐのスクリーンにもいますね、生き物が。なんだろう、ヒョウみたいな生き物。あ、こっち気づいた。お、こうやってね、人に反応するんですよ。リアルでしょ、動きが。ちょっと近づいてみましょうか。あ、こう逃げられちゃいましたね。近づきすぎもダメなんですね。それでは生き物を記録していきましょう。図鑑ミュージアムの特設サイトにアクセスすると、このようにカメラモードに切り替わりますので、今象の体にハテナが出てますよね。こうやってカメラを向けて枠が出ました。ハテナが出た後、カメラのボタンが出るので押してみます。あ、あ、間に合った、よかった。記録できました。アフリカゾウです。これグリズリーですって。大きいですね。わお。ちょっと近づいてみます。お、気づかれた。おお、すっごい威嚇されてる。おお、続いては海の中の生き物です。イルカ。このね、イルカがこのミュージアムで唯一近づいても逃げないでいてくれる生き物なんですよ。お、こっち見た。あ、気づいてくれましたよ。カメラ目線。ちょっとじゃあ記録しましょうか。ハテナが出てる。ね、こんなに近づいても逃げずにこっちに向き合ってくれるんですよ。逆になんかね、近づいてきてくれる。たくさんの生き物に出会うことができました。図鑑ミュージアム27種類の生き物がいるんですけど、私は今日12種類この画面に収まってますね。出会うことができましたよ。動きも観察できたし、いろんな生態について知ることもできて非常に興味深かったです。で、一番最後のコーナーというのがこちらになります。大きく地球が映ってますね。この QR コードをこの台座のカメラにかざしてみます。ピッて音がして、見てください。私が今日出会った生き物たちがこうやって地球に帰っていくんですね。面白い。帰りにこの QR コードをもらうと、自宅に帰ってから読み込むと、今日出会った生き物たちを1週間まだ見ることができるそうなんですね。